メラノロサウルスは三畳気候機に生息していた基盤的な流脚系類の属である。南アフリカから産出した草食動物であり、大きな体と頑丈な獅子を持ち四足歩行で移動したとみられる。獅子は大きく重厚で流脚類のようである。タイプ標本は新タイプのサム3449とサム3450であり、1924年に シドニー・ヘンリー・ホートンによって、命名、記載された。これらの標本は、南アフリカ、トランス海のターバニアマの北の斜面にある山上気候機の、リアン・イエヌキの地層であるロワー,ー・エリオット、フォーメーションで収集された。メラノロサウルスの初の完全な頭骨は2007年に、記載された。二種知られており一種は、タイプ種のエムレアジ、もう一種は1993年に、 フランスは、シャビエル・ゴーフラによって名付けられた、エム・サバネンシスであり、こちらは、ジュラギのアッパーエリオット・フォーメーションから見つかった、大腿骨である、ホロタイプ MNHN レ -16 に、基づいている。メラノロサウルスは、かつて源流脚類に分類された、しかし、源流脚類は、もはや明らかに、自然分類群ではない。 ある竜脚類の定義に従えばメラノロサウルスは初期の竜脚類である。しかしながら、この定義は多くの元原竜脚類を取り込んでしまうため、アダンイエイツは特にメラノロサウルスを除外する竜脚類の定義を提案している。この定義では、竜脚類は伝統的な概念のままにしておける。メラノロサウルスは約250ミリメートルほどの頭骨を持っている。 噴部は幾分尖っており、頭骨は上から見るとやや三角形である。前上顎骨には角側4本の歯があり、原始的な流脚形類の特徴である。上顎骨には顎の角側面に19本の歯がある。体長は8メートルほどで、体重は1.3トンと見積もられている。ありがとうございます。